現実世界では死んだの、亡くなったの、心の中で生きてるの、いつの話、わかんない、結構前、いつの時代、私が三茶に住んでた頃、え、私が三茶に住んでた頃、え、三茶で飼ってたの、違う違う違う、実家で飼ってた、私が実家で住んでる頃、私が里親の会で舞ちゃんを預かって、里親の会って何、あのそういう飼い主のいない殺処分されちゃうような猫を引き取る会があるの、はあ、それででも全部引き取るわけじゃないんでしょ、全部なんて引き取れないよ、みんな、その選別の基準は何なの、希望者があのそういう何イベントみたいなのがあるの、あの今この猫ちゃんたちが飼い主探すんだ、飼い主さ、そう探してますみたいな会があるの、それでその全部なんて飼えないから、いろんな人たちが来てこの猫ちゃんをうちで希望しますって言って引き取ってくるので、引き取り手がなかったらまた戻すの、知らない、それは売ってない、私はその方がかわいそう、というかできることをやるしかないでしょ、だってそういう批判的な言い方やめて、でも結局全部助けられないんでしょ、知らないよ、だからそれはわからない、どうなってるかは、そう、その保護猫協会とかペットショップとかああいう猫カフェとかそういうところとかにも行くだろうし、その一匹一匹どうなったかどうかなって私は知らないけど、新たに猫をどっかペットショップで買うよりはそういうところでもらってきた方がいいかなっていうちっちゃな思いなだけなの、お金かかんの、なんか寄付金みたいなのが毎年払うんだよね、なんか寄付金、そう、会費みたいなの、え、会費みたいなやつ、だからそこで猫をあのそういう団体のに寄付するんじゃないかな、団体活動、そういう猫を保護してそういう風なイベントをするのに活動資金っていうのがいるでしょ、だからそういうなんか会費みたいなもんでしょ、会費みたいな参加するのに、会費っていうか一回そういうのに加入するとそういうのをもらい受けるみたいな感じになるじゃないのかな、で譲ってもらうときはお金いらないの、忘れちゃったけど、これいくらとかってあったの、この猫いくらとか、それはない、 だからタダでもらえるってこと、まあそういうことなのかな、まあ、とっても可愛い猫ちゃんだったので実家で飼ってもらったので実家で飼ってて、もう私は一人暮らしをしたから実家に帰ってきました、何年ぐらい生きてたの、8年、短いね、短い、なんでわからない、どっか行っちゃったの、逃げた、いや、病気じゃないかも、もう調子悪くなって最後ダメだった、最近なんか20年ぐらい生きない猫って、生きる、分からない、やっぱりその具合が悪いなって思って病院行ったら行ってももう何の処置もできないんだよな、病名は不明、分からない、もう手遅れだったの、うん、もう手遅れだんでしょうね、何の処置もできないの、結局食事が良すぎたんだ、分かんない、食事を過剰に上げすぎたんじゃない、なんか食欲がすごいかったから、すごいお父さんがトイレに行くと足にしがみついてご飯欲しいってもう目立っちゃって、何それ、大変だったの、トイレに行く間も寝だる、
夜中にお父さんとかがトイレに起きると腹減ったって、そう、寝立っちゃって寝立っちゃって大変で、お父さんは甘やかしちゃうからすぐにご飯あげたりしてどんどん太ってっちゃったの。あ、やっぱ成人病だわ多分、人間でいう、多分そうだと思う、人間でいう。で太っちゃった、やっぱ普通の猫よりも太っちゃってたから。でもなんかそのそういう食欲をコントロールするあれとかも、まあ分かんないけど、ああいう避妊手術したんだけど、避妊手術とかでそういうコントロール、食欲が増殖しちゃうということがあるっていうふうに何かで聞いたことがあるんだけど、そういう影響もあったのか分からないんだけど、おそらく成人病的なやつだと思う。だからご飯あげちゃダメだよって言っても、どうしてもちょっとずつちょっとずつあげちゃったりして、もう狂ったようにご飯食べ、なんか欲しがるとか言って、で寝だればもらえるみたいな感じになっちゃうんだよね。成人病だわ、糖尿病とかになってたんじゃないの。そうだと思う、高血圧とか。もうそれ以来かわいそすぎて猫が飼えなくなっちゃったのね、動物は。でもそんな食欲のある猫は初めて聞いた。本当？でも豚猫はたまに見るけどね。すごい食欲あるよ。外は出してたの？出してない。ずっと家？家なら太るわ、もうそら。もう外走り回って遊び回ってる猫はそんな、なんていうの、まあ家猫でもいるでしょ普通に。そんなに食い、まあ外に出てたらまた違うと思うけど、走り回ってたら、前、その前に飼ってたまたノラちゃんっていう野良猫がいて、あ、野良猫だったノラちゃんっていう子、お兄ちゃんがちっちゃい頃拾ってきたって言って、ずいぶん昔に お兄ちゃんが子供の頃、はあ、で飼ってて、その猫は近所の道路で引かれて死んじゃったの、交通事故で。あ、そういうのはあるね、たまに。外に出したくないってなって、あとね、連れて行かれたりする、外に出してると。で急にある日亡くなるの。引っ越してきたんだよね、あの引っ越して今のお家に住んで、そのノラちゃんも一緒に家を引っ越しして、で引っ越したらいろんな猫に、まだ子猫なのにちっちゃいのに、あの喧嘩されてこう引っかいて、皮とかベロンとかこう怪我して、まあ毎日帰ってきてて、まあ喧嘩はよくあるね。そうで、ようやくなんかあのさ、もう慣れるしかない感じでいたのに、その道路で引かれて死んじゃったから、もうそれがまたかわいそうで、かわいそうで外に出すのが嫌だったっていうね、やっぱり。猫は家で飼ってたらかわいそうだよ、本当に。一生、家の中とか。でも外を知らない、知らないで生きてる。かわいそう。猫ちゃんもいるんじゃない？飼い主が大好きな猫もいるしね、家の中で。でも帰ってきた時、足音とかで分かってすぐ玄関まで迎えに来るもんね、猫って。え、犬じゃないそれ。いや、猫も、猫も。俺前か猫飼ってたけど、必ず毎日キャラクターによる、日中ずっと一人、もうね、なんていうの、猫一人でいるからさ、一匹でいるから寂しいと思うんだけど、9時とか飼ってたの。そう、9時とか8時とか9時とかに帰った時に、ただいまって言ったら、にゃーって言って、懐いてたで、鍵開け、ガチャってドア開けたら玄関に座って待ってたの。
かわいい。いやーちょっと寂しいな一人は。やっぱしかも電気つかないし真っ暗やしさ。え、一人暮らしだったの？そう。飼ってたの？そう。そんなの聞いたことない。拾ってきた。熊本で拾ってきた。連れて帰ってきた。一人暮らしで猫を飼おうとは思わない。私もかわいそうだから。ずっと一人でちっちゃい部屋閉じ込めんの。なんかやっぱ暴れ回ったもん、昼間。うん、なんかドアを引っかいたりとか、襖ボロボロにしたりとか。それはかわいそうだと思う。やっぱストレスやと思うよ。なんかかわいそうと思ったもん、家の中で飼うのは。外に出せないのは。私もこの一人暮らしの狭いマンションでずっと一人きりにさせるのはかわいそうだと思って。なんか人にあげたもん。まあ多少その広いお家である程度家族がいて、あの人もいてとかだったらいいとは思うんだけど。
拾ってきたことを否定したわけじゃないよね。否定してないよ。してないよね。だって俺だって拾ってきたんって言ったじゃん。そうでしょ。まあ、なんかかわいそうとか言うんだ。自分の中はかわいそう。買うのは。まあ俺も経験あるけど。なんかほら、全員を引き取れるわけじゃないのにとか言うから。それはその会のあり方だよ。会のあり方。わかんないよ。でも殺処分ゼロにしてるかもしれない。それはわからないよ私も。噂のパンプロデューサーの知ってる？あのなんか噂のパン屋を流行らせるプロデューサーの人がいるやつ。知らない。いろんな各地でそのそういう商売をやってるんだけど。まともな人なの？知らない。知らないけど。寂しいなって。わかんない。でもなんかいろんなところで流行らせてんだよね、そのパン。でもすごく
美味しいって言って人気で、でそういう商売で困った人がその人に助け舟をあれして、いろんなパン屋さんの作り方っていうかノウハウをプロデュースしてもらって、なんか成功させるみたいな、なんかそういうの前テレビで見たことがあるんだけど、はあ、なんかそれ、まあ、各地方にいろんな名前ネーミングでなんか変わったネーミングつけるんだよね、そのパン屋の、パン屋らしからぬ。でそれが浅草のあの通りにできてたんだね、あのバス通りの方に、駅の方の蔵前行く方に。昨日なんか社長と車乗ってたら発見して、あっつって、で帰りになんか秋葉ちゃんすごい美味しいパンとか探すの大好きだから、秋葉ちゃんが買いたいとか言って会社の帰りに寄ってったんだけど、もうなんか夕方で閉まっちゃって、なんかあのああいうのってなくなったらお店閉めますみたいな感じだから、閉まってて買えなかったんだけど、また今度金曜日行ってみようって秋葉ちゃんが言ってて、試してみようかなと思ってたんだけど、パンプロデューサーのまたそのまた違う店舗だから名前がみんな違うんだけど、それが秋葉ちゃん家の方にあって、そこがすごい美味しくっていつもすごい混んじゃって、だってなかなか買えない。そう、まあ、美味しいならいいよ。そう、美味しいならいいよ。だからまたちょっと違うだろうから買ってみたんです。まあ、自分でやって流行らないんだったらね、流行りそうな人に頼むのも別にいいんじゃないかっていう気はするけど、そうそうそう、それはそうだよね、美味しくて人気あるな。でもその人の感覚、センスだからね、もう全てはそう。いいものを作るのと商売は、ま、違うからね。まあトータルだからね、まあ合致することもあるけど、一致しないからね、必ずしも。それをうまくトータルプロデュースする能力があるじゃないですか。ちゃんとバランス取るっていうのは難しいかもしれない。でも大体食って生きるぐらい、いけるぐらいは多分誰でもやれるとは思うんだけどね。まあその細々とね、真面目にやってればなんとか。いや、バランス崩すとやっぱり、やっていけないって話だと思うけどね。需要があるものだったらある程度は食っていけるんじゃないかなって気はするけどね。俺が言うのもないけだって、鳥え鳥もも焼いてる焼きだけ、それだけ、それだけ野菜の上に乗っけるでしょ、うん、そう、鳥もも、トマト、トマト、うん、焼き鶏もも、トマト、トマトレモン焼き、
匂いがいい。かなりいい匂いがする。香ばしすぎる。すごい匂いになってる。
そう。
たよ。ポテトがここにいるけど、あ、ポテトはちょっとまあでもいいよ、盛りだくさんだからいいよ。できたよ、いいよ、食べれる。なんかクルーズさんが来てる。乗っけてない、塩レモンは。レモンだけ？レモン刻んだやつを乗っけただけ。ただ肉の上に置いただけ。で、しばらく蒸しただけ。トマトも。トマトも甘いと思う。
サイズすごい。オレンジ作り。トマト、人参、そしてセーター。アメリカのバイデン大統領はクーデターに関与する軍幹部が制裁を科す考えを明らかにしました。 I've approved a new executive order. Excuse me. A new executive order enabling us to immediately sanction military leaders who directed the coup, their business interests, as well as close family members. バイデン大統領は10日、ミャンマー軍に対してアウン・サン・スー・チー国家顧問とウィン・ミン大統領をすぐに解放するよう求めたのです。軍幹部に制裁を科す方針を発表しました。今週中にも最初の制裁対象者を発表する考えです。軍幹部がアメリカにあるミャンマー政府の資金およそ1050億円分を使えないようにする措置も取るということです。またミャンマー国内の抗議デモへの激しい制圧ぶりを念頭に追加の制裁を科す準備に入るとも牽制しました。一方で医療など国民に直接関わる分野での支援は継続するともしています。振り返るやつなんでしょう。難しいの伝えられてたところに、休業支援金の対象に大企業で働く非正規労働者が追加されたことをめぐり、自民党は今年1月以降となっている給付の対象期間を拡大するよう求めました。休業支援金をめぐっては大企業の非正規労働者に対する給付の対象期間が今年1月以降となっていますが、この期間について自民党の雇用問題調査会は去年4月の緊急事態宣言なども踏まえて検討するよう田村厚労大臣に求めました。調査会の松野会長は困っている方々をしっかりと支援していかなければならないとして期間拡大の必要性を強調しました。田村厚労大臣は与党からの提案を重く受け止める、もう一度検討して取りまとめていきたいなどと述べたということで、政府は期間を拡大する方向で検討しています。名古屋市のホテルで女性にわいせつな行為をした上、怪我をさせた疑いなどで、名古屋のスポーツ用品販売大手、アルペンの社長が昨日逮捕されました。逮捕されたのは、スポーツ用品販売大手、アルペンの会長、水野海蔵容疑者72歳です。警察によりますと、水野容疑者は去年11月、名古屋市中区のホテルで、
42歳の女性に対して首を絞め床に倒して馬乗りになるなどの暴行を加えた上、体を触るなどのわいせつな行為をし怪我をさせたほか、女性が持っていた現金10万円などを盗んだ疑いが持たれています。警察の調べに対して水野容疑者は、女性と口論になり揉み合いになったが、暴力もわいせつな行為もしていないし金も盗んでいないと容疑を否認しているということです。警察は事件のいきさつなどを詳しく調べる方針です。人気アニメ鬼滅の刃などの海賊版 DVD を販売したとして、横浜市の20代の夫婦が再逮捕されました。著作権法違反の疑いで再逮捕されたのは、横浜市の会社役員峰森圭容疑者と妻の美咲容疑者です。峰森容疑者ら2人は去年3月ごろ、ショッピングサイトを通じて茨城県の50代の女性に、人気アニメ鬼滅の刃の全26話が収録された3枚組の海賊版 DVD1 セットを販売した疑いが持たれています。2人は鬼滅の刃の海賊版 DVD 合わせて175セットを成田空港に密輸しようとした疑いで今年1月に逮捕されていました。調べに対して K 容疑者は間違いありませんと容疑を認める一方で、美咲容疑者は黙秘しています。警察は2人が他のアニメや特撮系の海賊版 DVD なども取り扱い、合わせて3000万円余りの不正な利益を得たとみて余罪を調べています。牛肉もうまいけど、鶏もあっさりしていいの。うん。トマトも行ってよ。いきなり声が高くなっちゃいます。あ、そうでした。いいんじゃない。会議開かれましたが、今回はその模様についてお願いします。うん、まあ、表情が険しいってわけじゃないかもしれないけど、表情がちょっと、あんまりニコニコしてないって感じになってますけど。日本でも開発してるらしい。まあ、当たり前だけど、本当いろんな企業が同時進行しててですね。はい、逆に今が、敗戦後76年間、同じようなことしてきた日本が、まあ、今尖閣で撃ってることは1951年の徳島で撃ったことと、やっぱりそこどっちだろうね。このままいくと日本とかが外国に殺されることもありかねない。で、ただその、まあ、物事をいつも言ってますけど、この一枚の紙で笑うので、お金について言うとちょっと言葉が乱暴に何度承知で言うとですね、まあ小学校から見たらあれだけいい加減な自粛でね、いい加減って僕言われてるわけですよ、危機管理の人からはね。でいい加減じゃないと反応はしてます。ただ言ってる気持ちは分かるんです。要するに本来はその民主主義国家で法治国家だから、法でその例えば自粛じゃなくて、はい、法でここまでをきちんと止めると、はい、でその法が止めてないことは全てできると。で法で止めてないんだけど止めてねっていうね、そのガバナンスっていう統治っていうのは、はい、それ何なんだっていうふうに聞かれて、ぐっとこう詰まるところあるんですよ、はい、でそれは一つにはですね、保障問題とも絡んでてね、自粛って言いながら実質的にその緊急事態宣言ってやつで営業を止めるんであれば、当然もう統治行為として止めるんだから保障が必ずなきゃいけないけど、そうですね、だから法できちんと定めの上に保障もまあそれはいい加減っていうわけですよ。つまり例えば飲食店してもなんでどんな事でお前になるの、誰が考えてもおかしいなって。日本人はクレバーでいつもあなたに言うけども、
この件でどうかくればなのかと。よく民衆が黙ってるねって言うから黙ってるわけじゃない、ないっていう事実ですね。まあ、どんどん刺されるわけですね。と、それと同時に、同じ外国の戦闘局さんもいるのは、あのいい加減な、すみません、僕の言葉じゃなくて、外国からマスミンが飛んでるっていうのは、いい加減な自粛であっという間減るわけですよ。ね、うん、いや、今になるし、嘘みたいに減ったわけです。したがって、菅総理もその3月7日の次の期限までに、途中で、緊急事態宣言をやめることは言えるとおっしゃってですね。これは、まあ、総理は実は今回延長したくなかったっていう気持ちは、菅さん案外そうなのがバッと出るんでね。安倍さんはこう、伸びしてるように見えて出ないですね。人間って、まあ、目が損ですけど、面白い存在だなと現地に思いますけど、ただそのこういうあり方は敗戦後ずっとこうなんだよね、日本は、はい、でね、この具体的なテーマに入らなきゃいけないけど、やっぱり根幹を僕らが生きる良い機会だと思って、これ結局その日本が欲しいんじゃないってことになって、こうっていうものに対する不信感だと思う。76年間っていうか、正確には憲法ができてからは75年目ですけど、1946年にできてるから、その第9条で、例えばその、例えば僕は大事な秘書さんの三浦前に今危機があったら僕は必ず守るけど、その時に守る手段っていうのは相手が実力で言ったら僕も実力でやるね、まあ、必ずやりますよ。でそれは一応憲法でも正当防衛とか権利なんてことが定められているんだけど、憲法9条憲法は大元で、その大元に国民をどうやって守るかっていうのは91箇所じゃなくて、そこには何があっても、例えば僕は来んなら、やったらこういうのダメなんだよね、暴力に勝手にダメだから、はい、で何もかもこうできないことになってて、憲法を前文に諸国民にお願いするって書いてあって、で僕はそれずっとやっぱ形にしていってるわけですけど、で日本国民は学校でそうじゃない、これが平和を作っていったんだってずっと教わってるけど、やっぱりこれあえて申し上げますが、賢い日本国民なん で長い歴史積み重なってるから考える材料いっぱいあるんで、やっぱどっかで嘘だって気がついてるよね。これで揉めるわけはないと。で本当はアメリカにも揉ってもらうんだよ。だからアメリカのこと聞かなきゃいけないんだよ。でアメリカが今下手って言ってるから、大統領選挙も含めて、じゃあ今度中国なのかなと。みんな本音、こう、それが仕事じゃないんで、例えばこうテーブル作るのが大事な仕事であって、こうやって言葉で出すのが仕事じゃないから、要はご自分でもある意味その、すごい意識的に気がついてるわけじゃなくてもですね、どっかで気がついてるでしょ。そうすると、憲法って大元を信じることができなかったら、これはちょっと今ゾッとしたんだけど、本当にこれこの76年を追い尽くしてることで、それが本物 の平和を守る手段だと言ってる戦争も実は信じてないよね。もう何のかもほら、例えば自由民主党も1955年っていう古い時代に党を作りながら、その時には憲法を自主改正するって言ってるわけですよ。正確に言うと、正確に言うと自主憲法の制定とは言ってない、憲法自主的改正ってようなこと言ってる、要は改正するって言ってて、ずっとやってないわけじゃないですか。で安倍さんがやっぱり歴史があくまで評価するだろうところは、敗戦後の内閣で憲法改正を掲げたのは安倍総理ただ一人なんですよ。中曽根総理も竹下総理もどなたもこなたも小泉さんも誰も掲げてない。中曽根総理は前も言った通り、我が内閣の課題にしないって言ってるんだから、憲法改正を。でそれ逆に言うと、70年以上かかってこれ誰も本当は嘘だよね、これでは守れないと思ってることを金閣を認めてきたっていう敗戦後の体制って、教育からメディアはもちろん学問から何のかも本当は信じてないってことなんでしょう。ものすごい恐ろしいことだよ。僕も三浦さんも人の場合だけど、子供育てる時にお父さんお母さんのことを思って子供が吸収してくれてね、赤ちゃんの時から聞いてて内心では全く信じてないっていうさ、その恐ろしさが今これ出てると思うんですよね。新型コロナウイルスに関する法律の制定にも不信感があるということなんですか。そうでしょ。で例えば懲役刑っていうのは突然あれ党に全然相談なく出てきてね、でびっくりしたけど、国会議員の側は口に出していた人はいないと思うけど、実はすぐ分かるわけです、これ、うん、というのは今の国会 もう慣習だけで出来上がってるから、国会法があっても実際は慣習のがあるから泡とかしてるから法律よりも、はい、だからこれ早く決めなきゃいけない。そうしないとさ、感染者も増えるし、もっと逆に言うと感染症が終わっちゃうと、はい、落ちた時になるし、ね、終わっちゃう、それぐらい恐ろしいです。譲歩するためにあえてつける、その通り。だから民意を反映してないから、国会の審議が野党に入れた人が少なくてもですね、野党の言うことをむしろ優先して、それで審議時間を短くして、法の成立を上がるためには最初無茶を言っといて、で野党がそれでおかしいって言ったら、これなんですけどここやめましょうって、それは懲役刑だっていうのが、はい、もう分かるから、
多分口に出していった現職の国会議員というか住民主党議員は間違いなく僕は今初めてだと思うけど、それはしかしあのまともな神経をお持ちの主権者から見たらね、例えばあの僕と三浦氏が色が何とかって今日は色が取れるのないですかと話してても、あの僕はじゃあ今日はあの高級ホテルのフレンチ行くかって言ったら、それは完全に見せかけで何か妥協点を探るためにそういう削除事項を入れちゃって、三浦氏が「そんなことできないぞ」って言ったら「じゃあこれやめてラーメン来てくれる」仮にラーメン嫌いだってラーメン嫌いじゃないと。そんなこと日常的にみんなお互い人間関係にやってたら生きるの嫌になるよね。やってますけどねこれやれば大丈夫だろう、はい、ないから言ってこう中国をしますね。そういう方が一切やらないですよ。そうですか。あ、そうですかって知ってるじゃないですか。ニューロンショーやってるかな、そんなこと。俺に対してはやらないよな。あ、やってるな、俺に対して。気がついてはいるよ。旦那さんとかにはよく言います。僕は親もちゃらかんでやったことないよ。そうですか。親もちゃらかんでも全くないよ。それ育った子供大丈夫かな、そんなど真ん中景色で、うん。じゃあ、 あの子供2人は案外両親がそういうのに学んであのうまくやってるかもしれないけどさ、しかしやっぱりこれ話したことを戻すと、三浦氏はやっぱ常にいいことを言ってすみません話のこと、いや全然こしょってないけどすごい大事だけど、ただやっぱ国会審議でそういうこうやって何でこう繋がってるっていうのさ、それ信じろって方がおかしいだろう。それこれだと、例えば動画でこれ僕が教えるを出していってることを見せかけて、本当はこれでっていうのはさ、例えば今あのオリパラの問題で僕水面下でいろいろやってるけど、それは交渉の途中でこれやってますよって言ったら交渉できなくなるだけだって、最後には出すわけですよね。しかし国会審議で、いや懲役は最初はこれは取引材料ですって言ってね、例えば永遠出ないわけでしょ。でそれがあの例えば内閣の総理をはじめ閣僚の皆さんと行政官僚との間で結構無視したもん。審議するのは国会ですよ。あえて言うと党の側じゃないですか。でそれは少なくとも我々現場は上の方がどちらだろうけど知らないっていうのは、でこういうあの複雑構造に見えてちょっと複雑じゃなくて常に裏で物事を決めるっていうのは、これはあの祭り事の本堂に反するっていうか正義正義の話もあるけど、それよりもこれはやっぱりあの信じられないものになっていくんですよ。それでこの本題にあの入るっていうか今の本題だと思うんですけれども、そういうことを念頭に置きながらそのこういう日々の部会の話も聞いていただきたいんですけど、まずあの昨日なんですよね、はい、昨日の月曜日もありますけど、あの月曜日に党本部で一番広い会議室っていうか、もう本当にあの地方ホールぐらいの広さがあるところでやってるんですけど、これはまたあのオールドメディア、ブログに書いた通りオールドメディアと野党によって事実は事実だと、で会議の中身は全然報道されなくて、なんでそんなに集まらなきゃいけないのかと、覚えるほどの作り方してオンラインでやればいいのにっていう話になった。ただ肉焼いてその上乗ってただけ、中身言われないんですけど、でそういうの石本ばっかり来るから、このここにアットマーク7枚のロングスパイというのは別室が忘れたっていうから忘れないよ。で僕は本当はそのオンラインであの現場に行きたいんだけど、でも忘れたとか別室の方の現場に行くべきだと思って、昨日はマスクを作ってるだけだから、でだから忘れるでしょ、めんどくさいことはしないの、忘れるでしょ。だから誰でもすぐできるような。いろんなテーマは、あ、最近の感染状況とかまたあって出てくるんですけども、うん、ただ時間の関係上これにしてって言った時じゃこれにして。こういう第一次提言とありますけど、そういう、まあ、COVID-19、僕は関連するんです。これあのなぜ読んでるかっていうますますはっきりしてますよね。ですね、あのブログに届くコメントはやっぱり大事なのがいつもあって、英国在住の、はい、また紹介で本人の了解。ブログを通じて選んだったら紹介したいんですけどね、まあ、女性だったと思うんですけど、そうそうそう、要するにね、変異株が問題なんですよ、はい、でその変異株についてはその英国って意味する言葉がついてそのメディアでも報道されてるわけで、イギリス国内ではね、それはあの僕が見たのは BBC だけども、 BBC はじめ必ずその COVID-19 って言ってウーハンフィーバーって言い方はしない、してたのはトランプ大統領だけだよね。それで、そう言いながら同じ英国のメディアはね、英国にその例えば英国だけじゃないと、英国じゃ負けるわけで、なんで中国の武漢だけ名前使っちゃいけないのかって、これで考えもおかしいんで、アナさんいろいろ圧迫権があるだろうけど、武漢ですって名前つけてくださいっていうのが来たんですよね。これ、ごくまともな話なんだよね。こうなると分かってるからずっと言ってるわけですけど、それで、まあ、住民と都会で武漢ですと呼んだ番組って言ったら、笑った人がいたんで、後ろを見て、反論したら静まったって話もしましたけど、ああいうところはやっぱり
その余談じゃないんですよね。コツコツそこからこう、まあえて言うと連帯していくね、ご自分の立ち位置はどうですかと聞いていくことが大事だと思います。だからこういうのもこう普通にこうやって立ってついてるけど本当にそれはいいと思いませんが、いずれにしろ党から政府に向けた提言が今までの議論を経てですねまとめられたわけですね。いつもの部会 のやり方ではあります。それで法案にしてもこういう提言案にしても必ず案であって、部会に諮られるわけです、これね。で部会 の側は出席自由ですから大体いつも見たりするんですが、この外交や国防だと他のやつだってもう本当に全く見ない人までおいでになるわけですけど、そこから出た意見をそのどのようにここに反映するかっていうのは一人一流決意なんですけど、これはやらなかったですね。これはねガス抜きって意味じゃないんですよ。だから本当にそこは間違いですから、ガス抜きって評論家や学者がいつも言ってるのは現場知らないからです。申し訳ないけど現場ご存じないです。それはガス抜きじゃなくてですね、それ最後一人にしないといつまでも終わんないんです。それは選挙区それぞれの事情を背負って出てこられるしね、それは僕と多い方は違うから。でもあえて言いますが、衆議院の小選挙区から小選挙区制自体は僕は賛成じゃないけれども、いずれにしろそうやって地元の理解を背負ってくる人も必要なんですよ、はい。それでさっと言ってのは終わらないから一人にはなるんですけれども、かなり反映もされるわけですよ。実際この、正確に言うと4年半か、ね、5年目に入って現在を振り返ると随分反映されてきました。で今回の提言はですねかなりページ数があるんですね。で非常にきめ細かなんですけど、最後にですね国産ワクチンのことがあってるわけです。でここに結構、まあ、ある程度の分量書いたんですけど、ポイントはね僕は皆さんに分かるようにと思ってこの丸を囲んだんですけど、ポイントはこの2つだけです。1つは国産ワクチンは未だ探索的臨床試験というのはまだ要するに手探りですと。でこれは第三層の臨床試験とかあるいは動物治験の段階とか前に言いましたよね。でそれをこれ事務局長が我らが古川俊治先生なんで慶応の現役の外科医のね、この番組に登場していただいた、それ多分これから古川さんの手になるものですよ、うん、この探索的臨床試験っていうのは古川さんでないと書けないと思う、うん、これでもう一撃なんでね、うん、まずは手探りですと、はい、でここはこの塊はそうです、うん、で次の塊はね要するに今後のっていうね、はい、今後の進行感染症っていうのは進行っていうのは、まあ、今の武漢熱じゃなくて今の武漢熱の変異にした先にあるかもしれないけど、いずれにしろ次から次へと特に最近はチャイナ発の感染症がはっきりと多いわけですよ。それを分かってるからマーガレット・タウン、サブリテオ事務局長は中国の利益のために感染症を次から出てくるやつは地名をつけるなっていうルールを作ったわけですからね。だから次に備えて国産のワクチンの作れる体制を作らなきゃいけないっていうふうに言ってるんだけど、これはやっぱり皆さんにとっても一目瞭然でしょ。それで本来の部屋に上げててもですね、古川さんとかずっと目合わせてるんだけど、で古川さんは多分その僕との信頼関係あるから余計会ってないよね。仲間内っていうのは言い過ぎで、仲間というわけじゃないけど、ただやっぱりその公平を聞いていくと余計会ってないし、前に座ってるのも当たらないの。それで別室に行って、じゃ あの切り替わるから、つまり環境変わるから当たるかも絶対当たらないと思ったら、オンライン越しにですね目が合うんです。だって古川さんが、はい、ウィンクはさすがに出さないけど、ほとんどウィンクに近い感じで分かってるからさ、でもそっち行ったかって言って急に早く当たらないよみたいなやつが、2回打つわけだから、そうすると3ヶ月ってことは1年に、まあ、4回打てなきゃいけないから、ね、で1回分2回なんだから、だから計8回打つのかということを僕は聞いたときに、前のこういう会合でね、古川さんから専門家として、3ヶ月切るというのは本当ですと。でただ抗体が減衰するっていう表現されたそれも非常に正確な部分で、ゼロになるわけなんです。減衰っていうのは、まあ数もいるし、その力も減っていくっていうんですね。で、その減衰したりするけども、抗体ができたことによって、このウイルスにこうするっていうその免疫の記憶とおっしゃってます。記憶は全部なくなるわけじゃないから、そこまでではないでしょう。これ、グミ残してて、つまり、例えばファイザーが65歳以上には4月からその投与というかその接種が始まるっていうのを、まあ、河野担当大臣の国会でおっしゃってますけれども、これがじゃあ1回打ったら済むのかと。いうふうにおそらくならないっていう含みもあるわけでしょ。だから昨日言ったのはこんな丁寧に言ってないんですよ、部会ですから。もっときっと縮めて言いますけれども、部会長今までの議論を聞いてる議員が集まってるわけだから、それを考えると今回に備えなきゃいけないと。だから提言を変えてくださいと、さっきも無駄話してるわけじゃなくて変えてくださいと言ったら答えはあるわけです。変えるか変えないかな。でここの表現を変えて今のうちにやらないといけないとしてくださいと、まずお願いをして、もう一点はですね、日本はこれだけ技術力が高くてですね、
で、製薬業界だけ技術力が低いって話は今まで一度も語られたことがないんです。で、やがてあのちょっと今日あの違うオリパラ問題でバタバタしてて朝持って出るの忘れたんだけど、議員であの正式に調査に行ったラボラトリー、つまり研究所もあって、それバイオの総合センターなんですよ、首都圏にあってですね。で、僕海外でいろんな施設に行ってますけど、まああの、それと比較しても素晴らしい施設だし、なるよりもそのいろんな製薬会社、ベンチャーも含めて、これ大事なんですよ、ベンチャーも含めて一箇所に集まってて、それで僕は長年見られた窓も見たわけです。つまりこのなぜか縦なんだけど、縦に細長い窓が見える、まあ、動物実験やってるところですね。動物はもう動物を犠牲にして僕たちの健康が保たれてるわけで、なぜかこう外から見えないっていう意味もあるんだけど、こういう細長い窓で動物実験やってますねって聞いたら、あのみんなで聞かずに聞いたら、そうですと、あそこは非常に先端的な研究なさってるわけですよ。で、今までの日本のやり方と違って、例えば各製薬会社バラバラじゃなくて同じ廊下でつながってるから、廊下を歩いてこう挨拶する時にもこの実は研究成果の一瞬の交換とかありえるわけですよね。で、食堂が同じだったりね。で、そういうふうにその先端を歩く努力してる日本がなぜワクチンを作れないのかと。で、全くそのオールドメディアに出てこないし、今までの政府の答弁に出てこないけど、そこはこれ規制のあり方と関係あるんじゃないかと。で、この製薬、薬を作るとか、あるいはワクチンを製造するっていうのは、規制を、例えば諸外国、特に一部の日本の資本主義国だけど、もっとも資本主義的な国だと、もうある程度の規制は承知の上で、どんどんお金が儲かる方向に、お薬ってむちゃくちゃ儲かりますから、効果というか、そっちに行ったりするけど、それは絶対的に恐らくないです。そういう意味じゃなくて、でも、同時に緊急事態に一切対応できない、常に平時のことしかできないっていうのは、今後の感染症を考えても役に立たないので、薬ができた時には本当に感染症が集団免疫を起こしてですね、集団免疫を起こすことはその前に感染症がおそらく、つまり、感染の仕方によるなくなってるわけですよ。集団免疫って簡単に言うと、その前に膨大な死死類類の山ができるんですよ。戦争をやって、戦争をお互いに殺し合って、殺しきれないから戦争終わるみたいなのに、やや近いところがあるわけです。特に、人工的に作られたウイルスが、おそらく今回のことに近い元出てくる、何匹かは亡くなったけど、でそれ考えると、今の規制のあり方でいいのかと、これ政府に今答えてください。生き残ったけれども、これですね、厚生労働省からですね、その後他のウイルスで感染したら、全部の猫ちゃんが亡くなっちゃった、実験握ってやってるわけですよ。医務機関って書いてあるでしょ、はい、自己免疫、まあ、これだから医師系のトップですよね。技官というのはそういう意味ですよ、ね、馴染みない言葉ですとか、普通の総合的な言い方だと時間、ね、事務時間とか、ね、危険性の技官というのは今の医師、メディカルに関する厚労省のトップ、理科ずらっと来られてるから今答えてくださいと。いつも担当者がいないっていう理科出番でいないからファイザーをやめて、そうするとオンライン越しですけれども、ちゃんと回答があって、まずルカさんは直しますよ、アンサルって直しますと明言されました。それはね、僕との信頼関係も多少は影響してるかもしれないけど、やっぱり本当にいい意味でまとまる人ですよね。あ、そうなんだ、うん、それでやっぱり準備したのいいところで、悪いところ山のようにあるけど、いいところも、まあ、どこの世界にもあるよ。こうやって本部長いらっしゃってね、座長もいらっしゃるでしょ、古川副局長ですよね。でもね、もうこの下村さんや鴨下さんのお話の中から古川さんを信頼して実際動かしてもらってるというのが伝わってくるんですが、だから古川さんもその場でパッと言えるわけです、うん、これすっ飛ばしてデュープロセス、つまり正しい手続きをすっ飛ばしてるってことではないんですよね。だから提言直しますと言われました。で、それはちょっと僕はほっとしたんですけど、もう一つのその、おかしな規制が邪魔するんじゃないかって言いましたね。これはちょっと僕も、おうと思うほど、政府側からね、個人名は言いませんけれども、ですね、個人名も言ってくれってブログいっぱい来るんですけど、こうやって国会議員は個人名を出して選挙の政治を受けるけど、行政官は、行政官も政府の一部だから全部個人名を出していいってことは違うと思うんですけど、国会審議で、政府側から答弁来てる人と部会とも違うしね、そこはやっぱり良識を持って同じ日本人として判断すべきだと思いますから、名前を伏せますけれども、政府側からですね、規制と関係ありませんので、ね、まあはっきり、いやこれはっきり言うのはいいことです。いいことじゃない、ね、まあ、トップまで来てるから言えるってことも言えるけども、このように言われました、ここに記者の字ですけど、メモ取ってて、薬事規制の問題ではありませんと。いいことだ、はい、国内のワクチンメーカーは小さいところが多いですと。で、欧米に比べて、弱い点があって、それは欧米諸国はベンチャーを買い取ったりして、事実どんどん進化させていくと。で、それができてないっていう風土の違いが、大きいですと。で、ただまあ青山さんの、まあ、本当は青山先生って必ず言いますけど、青山さんの指摘を踏まえて、その国内ワクチンメーカーの育成にも力を入れたいと、
ったわけです。ただ話の中心は、まあ、簡単に言うとうちのせいじゃないって言ったわけですね、はい、薬事規制って厚労省がいるわけだから。それで僕ははっきり言ったことは評価しますけど、なわけないだろうと、うんね、それでただ部会っていうのは発言は1回っていう基本ルールあるんですよ。これどうしても議論を突破したときは僕自身もね、この間最悪で3回も発言したときあって、今日の資料から出てきますけど、ね、まあ、理由があって、よく僕はあんまり言わないけど、関連関連って手を挙げてるんですが、2関連になるけど関連って話だからといいんですよ。でもこの時はもう僕は当たったのは最後だし、本当にラストオブラストだったと思ったら別室ですから、はい、また次の機会にやるしかないし、これ部会だけじゃなくてやっぱりそれこそ違う意味で水面下で厚労省の良心を探していってやっていくしかないです。部会だけで済まそうとしちゃったんですよ。それはやっぱり評論の世界に近くなっちゃうんですよね。それで、まあ、次だと思ってですね、階段駆け下りて下に降りてね、東部出ようとしたらですね、ちょっと記者に声かけられて、言える範囲で話してたらですね、この首脳陣の中のね、古川さんじゃないよ、首脳陣のお一人がね、これはですね、オンザレコードの発言じゃないと思って、名前言わないですけど、国会議員だと、もちろん国会議員寄ってこられてですね、もちろんお互いマスクしてる、目がギラギラに光っててね、無駄な話が多いんだよ。ハイネコさんの黒い瞳は初めに出てきたと結論だけど、よく喋る人って長いんだよね。海保やってない。まだこの頃は海保の方がね、船の数が減ってるのは、ね、最初にそういう形で許しちゃったからね、もうあと何もできなくなった。これがいい、やるつもりがないっていうね、トラブルを起こしたくない、でどちらが逃げれば彼らはやるけれども、そのままにしてこっちで断固とした態度を見せれば彼はね、トラブルを恐れて去っていくって感じだと思いますね。もう緑で何書いてるのかな。わかりました。ここは日本の領海 EEZ である。そうですね、はい、我が国領海。いや、この周りに今いないですけどね。そういうのは出してますので、桜に見せてくれてるんですよ。はい、正常な航行および漁業活動を妨害するな、あ、命令が、直ちに中止せよ。おお、嬉しいですね。はい、いないときこれだ、漁業活動を妨害するなって言って、俺たちじゃないっつってね、シナ人だっつって。はい、それではこちら帰ります。海保の皆さん、ご苦労さんでした。はい、どうもありがとうございました。はい、今から帰ります。海保の皆さん、ご苦労さんでした。19回やってるんだから、漁業従事者であるとは認められないという判断になりました。船長さんにそれぞれ確認をして総合的に判断をいたしました。どうするのか、あなたがあるでしょ。でそうです、我々があなたがあるでしょ、はい、だからその何を聞いたんだって聞いてるから、総合判断の材料は何だったのって聞いてるから、え、答えなさい。はい、言ってみな。はい、どうぞ。先ほどからお答えしている通りです。答えてないのか。高級法の9条に該当する労働者じゃなきゃ認められた話。そういうことか、君が言ってるのは。そう書いてあるんです。ああ、そうです。でそういうことか。ということは見習いも一切全部認めないと、認めないっていう文章に言えない。そういうことだな。水産庁はそういうふうに、いや、見習いの方であってもちゃんと、だから給料払わないとダメだっつってるの。はい、そうですね。だからどうやったら我々が漁業従事者っていけるんだ。船長さんに雇用されて、船長さんが雇用したって言えばいいのか。じゃあその実態としてですよ。実態としてどうするか。実態として雇用されて、何かのそれが形に現れていれば、形として現れてとは、どうやったら形として現れるんだ君の
最終的には形として出てくるのが雇用契約書とかですね、そういうあの支払いの、うん、どういう形になるの。我々は法令順守をするためにどのような周知徹底ご指導を賜ったらよろしいのでしょうかということを今直接お聞きしてるんです。都道府県知事に周知徹底指導をしてくださいとお願いをしてるんでしょう。だったら僕らに周知徹底してください。今ここでやってみろ、説明しろ。黙るというのはあまりにもおかしいですよ。答え説明しろって言ってんだから説明しろ。できないのかお前は。とても情けない男だな。役人としての義務を果たすつもりないのか。説明責任の義務を果たすつもりないのか。どこ向いて仕事してんのかって話じゃない。説明しろ。入るのか。泣きそうになっちゃう。自分の仕事のために働いてるのか。誰が分かったんだ。それだけか。待てお前。ただでどういう意味だろう。待て待て待て。何で引っ掛かる話だ。いや、やらない。待て待て。日本人だよね。今帰省してんの。仲間の人。向こうが逃げるじゃん。止めようじゃん。いけないんだ。正確に。
と一緒かな。でも背びれがちょっと違うかな。似てますね。あ、一緒だ。長尾さん、本日一気に。すごいすごい。長尾さんの場合はね、釣りが飛んでくれる。
そういう流れを直接と中国は作って脅したり追いかけたりしながら、自分たちはいつも好きな時に出会いをして、もう一年中ですよ、ほとんどね、台風の時以外は、まあ、こういう状態になっているというのを皆さんお分かりいただけたかなと思います。私たちは別に昨日ちょっと流したので私が上陸したのを映像なんかありましたけど、あれはその4日前に中国人が勝手に上陸してね、そして怪我したから我々も民間人が協力しなきゃいけないという会話と、そして慰霊をしなきゃいけないと言わされた上陸時は、それで上陸しただけで1時間半ほどね、あとは漁業を粛々とやってるだけなんです。で、中国船が来たら私は中国船出てけど、で、海保が電光掲示板で出してるのと同じですね。で、それを言ってるだけなんですね。すると私たちの海で船を流したりしてるというようなこと、しかしあれ見てて分かるように中国船が近づいてきた時ね、ちょっとこの部分もっと本当に実はあるんですけどね、また今度機会があったらやりたいと思いますけど、我々の船、漁船、桜も、その前にコンボート、で、日本の巡視船、そしてその向こうに中国航船、そして魚釣り島、一番近いのはね、ああ、中国の船なんですか。つまりどっちを向いてるんだと、つまり我々の方ばっかり、我々の方をなんかね、警戒して、中国航線好き放題、どこでも出入りしてる。逆ですよね。逆でしょ、はい、本当はね、はい、まあ、そういう状態をずっと続けてきて、ついに結局一回我々の抗議によって、例えばあの時ね、法的な根拠なんだと言ってるじゃないですか、はい、ないんですよ契約書ですね、そうですと渋々言う。契約書も用意した、船長の了解を得た、全部整えて、まあ、船主の私なんかも OK、はい、で、合意ができた、労働保険にも入った、うん、何の文句もつけられない状態なのに、はい、今はもう結論が、まあ、菅官房長官時代から、うん、とにかく水島たちは行かせない、実態を見せちゃまずいんですよ。で、今回の場合実態が分かる結論が取れてきたというね、いうことなんですけど、今は、マスメディアも行けなくなってるっていうね。つまり我々漁船にたくさん昨日も言いましたけど、AP とか AFP って外国の通信社まで、共同通信や何ですか、朝日や、ね、読売や産経みたいなね、そういう人たちみんな乗せてあげて、ちゃんと船舶の状況を取れたんですね。それもできなくなった。報道の自由も規制されてるのに、なぜマスメディアは抗議しないのか。これ一つだけ言っておきますよ。危険だから遠慮してくださいという我々に通達があればいいわけです。お願いします、申し訳ないけども了解です、うちの了解で、鳥の領土ですけども、ね、今中国船が入って私たちが何もできない状態になってます、危険ですから行かないように自粛してください、こういうふうに言えばいいわけですよ。言うなら、よし、じゃあ協力しようか。全くそれがないで、我々が違法行為をやってるというね、そういう我々が犯罪者であるからのごとく、自分たちは悪くないと、自分たちはお願いしたくない、自分たちが課長が言ってたように入れないようにやるって言ってたでしょ、国会議員の前でね、議員連盟の。だからそういうことを隠蔽するために、今、そして今この低たらくが事なかれ審議がどうなったかっていうのは先日の間で分かる、何にもしてない、仲良くみんなで共存しているという、これ東京湾だったらどうしますかってことですよ。こっち海保の船があって東京湾にね、中国航線が浮かんでても全然 OK、で、意外そうなスタンスはこういう感じでしょう、はい、ちょっとその、5日6日のつい最近の最新映像をじゃあ、見ていただければと思います。はい、どうぞ。結局私たちが乗せない形、ね、まあ、これいろいろ私も宅から見というかね、申告しないというか通告しない人たちを乗せてくれって、それも乗せられない、何 の、 契約書もあるんですよ、保険もあるのに行きますが、
で石垣の漁師のみので形になった。でもここの漁師さんたちはちゃんともう私たちに委託依頼を受けてね、ちゃんと漁業調査ということで撮影もしてくれてるんですね。でこの映像はそれです。もうすでにあの赤いマークあるでしょ、あれは電光掲示板なんですよ。中国高専ですね。まだ夜明け前ですけど、なんか堂々とというか、そうそう、全然やることに干渉しない。向こうに出てると思う、釣り島だと思いますけどね。あのブルーの緑のあれは、はい、あの運転してる方ですね。それが悪化したら困るよ、占領し始めた。干渉しないって、警告出してるのがね、領海から出てけっつってるのは実は地獄構成なんですね。一番優先これ我々のプールって大地下ドラマかな。セーフグルミで今と大地下ドラマがいて、あの赤いのが食べるから、ここから下は開けてきますけどね。大変の静かな海だったんでね、割と早く、ここに見えるのが北小島で、向こうに見えるのが、これがあれですね、魚釣島ですね。ね、あそこ見るの中国高専でしょ。中国。赤いのですね。はい。つまり何のあれもなく共存してるわけですよ。共存状態してない、平和な国に共存状態おかしいですね、一生平和ならいいけど何の緊張感もないですね、はい、領海侵犯じゃないようなことも、そうそう、アクションが全く見えないですね。自分の領土はっていうね、了解になってても、これ、そういう、これ、人がこの絵を見たら、外国の人は、はい、あれですよ、こっちどこの海だと思っちゃいますよ。逆じゃん。迷うわけですね。で、まあ、中国高専が一番、大鶴島に近いです。近いところに。どうやって選択しようと取ろうとしてるの、椅子が落としてる、これ中国ですね。これ、こっちの船が近づいてるんですよ、はい、でも全然中国の領土でしょってなる。もし裁判になったら裁判国際裁判、司法裁判所もだったら何のずっといるじゃん、お前の国内なのになんで船を居続けさせてるんだって、領海にこれが何年も東京は地方構成が入ってるっていう意識が全くない、ね、これ地方構成、これも地方の船です、はい、いや容認してるって話でしょ、これで終わらないと逆でね、何もしない、逆の領海だから出てくるっていうね、こっちがその言葉が本当だ、ね、同じ言葉返してやりたいくらいですけどね、三つ組んでて干渉しないって言ってたら放置するし続ける、出てくるっつってるのがね、昔仕組まれた罠、日本政府はそれを分かってて、日本政府が密約してる、だから日本政府がそれを分かってて密約してる、中国側の目線で取って報道した、占領ショートを上げていいと思っちゃって、日本の漁船入ってるっていうふうに報道するわけですよね、っていう行為でしょ、客観的に見るとそうなるわ、そうなるよね、日本なのにおかしいです、もう本当なかなかないですよ、
これだけ我々が近づいても何もしないんですよね。ねうん、というのは共同漁場にしてこう、ね、日本の巡視船も中国の公船も一緒に行って日本の漁船も中国の漁船も一緒でここでやるっていう、そうするとアメリカ軍は口出せませんから、手出せませんから、うん、日本がちゃんとしなければこうなっちゃうわけですよ。共同漁場になってる今そのこれを見られたくないわけですよ。ぶったるんでる状態をね、本当は政府はすごいやって近づいてきたのを阻止したとかね、いろいろ言って何もやってないです。実はこういうね、あの欺瞞で、はい、現場同士でこういうふうにあのマイナーでね、はい、共存共栄というか、とにかくトラブルを起こすね、やめようよお互いにって、ね、でも中国はちゃんと戦略的にこれやってますからね。ほら、全然いやね、もうこれまずいんですよ、これは。なんで気持ちがどうすんだよ容認してるんだよ。すごいね、日本製品。今回はね、残念ながら潮が変わったって感じで、まあ、50キロぐらいの、ね、水揚げしかなかったんだけど、まあ、でも、ね、あでもはい、いい動画です。これをだから我々は、はい、あの和食屋さんとか居酒屋さんとかあのお寿司屋さんに配りました。はい。ね。これはね、日の丸を抱えた漁船がね。もう一度追い出されると思いますね。100隻200隻の中国漁船100トンクラスのね人がやっぱりぶつけられたらあれになりますからね、バラバラになっちゃいますから、もうそういう共存というのかな、共同漁場にするという戦略のもとにあって、それに海上保安庁は協力してるという形になってるんですね。それがトランプを起こさない、アメリカ軍をここに適用されないという、中国の戦略的なね、あの戦火交えて武力使わなくてもここを実行支配できる。合意してんのはそれも日本の作戦はないのか。これが追い出したっていうね、アリバイを作るためだけなんですよ。で今回はね、漁師さんたちはあまりね、現場で不安を感じることは全くなかったっていうのはそれなんですけどね。まあ、やらせるプロレスみたいなんですけどね、プロレスもやってないんですよ。あ、ね、確かにそうですね。ありがとうございました。本当に皆さん、私たちはここに。
疲れ様でした。本当にありがとう。大変だったと思いますけれども、本当にお疲れ様でした。ありがとう。お帰りなさい。無事に戻ってもらえて嬉しいです。坊ちゃん、今回どうでしたか？いつも必死。今回2席しかいなかった。もう大変だよ。地上。なんだろう。よく開けて。船の横に行っても。近づいてってもね、はい、何もリアクションしない。だそういう意図は別にね、うん、あの挑発したわけじゃないんですよ、はい、動かないからちょっと近づいてみたっていうことなんだけども、今言ったように全く反応しない、はい、というのはなぜかというと、皆さんご存知のように、うん、王毅という男がね、茂木外務大臣にね、偽装漁船を入れるなと、うん、つまり我々が乗ったのが、はい、我々のような人たちが乗ってない漁船で行ったからもう手を出さない。で将来は中国漁船と日本漁船、はい、そして、中国航船と巡視船、日本のこれが共存するね、はい、あの尖閣の共同漁場にしてしまう。だからちょっかい出さない、うん、でもお前らも出すなよと、うん、出したら中国漁船が来た時出したら我々はやるぞと脅かしてるわけです。でいつの間にか多分100トンクラスが100隻、うん、200隻来たら日本の八重山の7トン8トンぐらいの船しかばっかりですから、はい、それが、行けなくなる。なそうすると残るのは日本の巡視船が数隻と、はい、海警の船がたくさん、それから中国の漁船が尖閣で魚を取りまくると、こういう状態。どうしようなんじゃないですか。その後それまたそれが続く、はい、そうするとついにその漁船が、うん、漁船から漁師たちが、うん、漁師と称する人たちが上陸する、はい、海警も上陸する、うん、海保は売りを加えて、うん、いかんです出てってくれそういう天候掲示板かなんかで抗議をするだけ、ね、何にもしてないと。それで最後はもうあの最後はもうそこで小屋を作る、うん、港湾施設を作る、はい、中国はね、はい、それでこの中国領海から日本の海警は、だから巡視船は出てけと、海軍も出して、そこにミサイル基地作ったり、電波基地を作ったりする。そして台湾もやられていく。もう尖閣取られたらもう一発ですからね。そうですね、台湾もおしまいになります。全く無責任な政治家たち、何してんの。ね、どうしようもないでしょうかね、うん、これ。いやいや、本人しないでね、はい、政治家に葉っぱかける力、根性なしのこのね、菅茂木というね、はい、あるいは二階、はい、中国に何も言えない連中を本当に選挙で叩き落とした、はい、安倍さんの時は親中派を本当に一人残らず叩き落とすぐらいの国民運動を我々はやりたいと思ってるわけです。その一環としてこちらですね、はい、あの14日の日曜日ですけれども、冒頭にもお伝えしましたが、茂木敏充さんの密文字ですけれども、正しくはこちらです。お詫びして訂正申し上げますが、13時から16時半までこの場所で行いますので、多くの皆様ご参集くださいませ。はい、はい、まあ、とにかく我々ができることをみんな国民としてやっていきましょう、はい、というようなことでですね、今日まあ映像を見ていただきましたけど、はい、どうでしたかということで、あります。ちょっと一言言ってもらって、いやどこの海、日本の海でしょって言いたくなります。これ子供が見たってわかること、うん、なぜ、ね、体操の先生方は動かないんだろうって、そ う, もうそういうことだけですね。あの黒船が来た時、はい、江戸の市民たちはね、はい、江戸の庶民は大騒ぎになったんです。なりましたよね、黒船来航で、うん、
まあ、それと同じことが起きてるんですよ。尖閣の海で堂々と、ね、武装した中国公船入ってきた時から止めようとしてない、うん、あの国会で私が、ね、議連の中で尖閣の状況を説明したら議員たちたくさん来て聞いてくれたんですよ、うん、それを今まるで私は排除されてるわけです。政府が自民党が、うん、二階幹事長菅総理がこれをやってるわけです。まあ、私たちは何も言いませんよ。もしちゃんと尖閣の海守ってくださいよとね、守ってもらえばいいんです。あの領海なんか入れるなよと、ね、あんな堂々と堂々と魚津島に一番近いところで自民党でしょ、菅さんは官房長官ずっとやったでしょ8年近く、うん、今総理やってるでしょ、はい、何やってんだって。あんたが省庁連絡会議で水島たちを尖閣に入れるなと決めたんですよ。だったら責任取れよと今の状態をね。でもう一つ言えば、あのこれ極端な言い方に聞こえるかも分かりませんけど、私はあの言いたい、万が一尖閣諸島が占領されるようなことがあったら弁解はいらないから、これに関連した菅さんね、茂木さん、海上保安庁、水産庁、もう腹を切るぐらいにしてもらいたいですよ、これ。先祖はこれだけずっとね、血と汗と涙で、それから尖閣で戦没者、たくさんいらっしゃいます。死に値するだろう。連絡が取れずにね、命陣した人もいるぐらい、その戦没者の例の慰めさえも許さなかった、菅官房長官、当時の。その安倍さんも責任ありますよ、これ、総理だから。拉致問題と同じ扱いじゃないですか、ね、なんだかんだ命がけで守るとかいろんなこと言いながら、結局拉致被害者を、ね、奪還できない、尖閣も結局ずるずるめったりね、中国に取られてる、こんなことをもう日本人は本当に我々恥ずかしいと思いましょうよ、ね、皆さん。ということで、まあ、今日は、はい、以上で、以上です。ごきげんよう。あの人誰なんだっけ？あの知ってるけど何者なの？誰？もう水島さん？チャンネル桜のチャンネル桜。皆さんこんにちは、 IT ビジネスアナリストの深田萌恵です。今回は菅政権ビジネストラックでの入国ゼロ、やっぱりペテンだったということについてお送りしたいと思います。その前にいつもご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、そして通知設定ベルマークチンってしてくださいね。いっぱい入れてるんだから、はい、これ何かというと、聞いたらめっちゃ腹立つでめっちゃ腹立つでとか言って関西弁になってんねんけど、あの1月21日以降のですね、その外国人の入国者数がなんと5180人という人数でして、で、まあ、このスキーム別で見るとですね、確かに報道通り1月21日以降はビジネストラックもレジデンストラックも入国者数は0人で、わあすごいすごい菅政権、菅さんさすがみたいな風になってるんだけど、その他の入国者数が5180人、1月22日から31日まで入ってんねんけど、これなんなんて、ちょっと関西弁で思いました。春だって関西弁なんね、ほんま腹立つ。だって、まあ、あのこの間もその動画で話をしたんだけど、11月にね、6万6600人入ってきて、12月に6万9742人入ってきてるわけです。でね、1月どれだけ減ったかというと5万5712人入ってきてて、まあ、1万ちょっとは減ったよねっていう気はするんですよ。でもこれさ、国民に犠牲これだけ敷いてて、こんなに外国人入れて、どういうこと菅さんって思いませんか？この1月21日以降ね、22日から31日に入ってきてる方が、外国人の方が5180人いるんですが、このその他入国者数の定義を見ると、あのレジデンストラックとかビジネストラック以外の方法による入国者で、人道上あるいは公益上の独断の事情により入国を許可されたもの、
ほか特別永住者、上陸拒否とならない国と地域から入国した者の数であるってやって、なんなのって思いますよね。噂の特段の事情、あとはその人道上の事情ね、で入ってきてる人めっちゃおるやん。じゃあなんで私たち自粛して、時短して、なんていうの、レストランめっちゃ早く閉まってみんな売り上げも減って困ってるのに、なんでその外国人利権、韓国政治家は韓国利権、中国利権、台湾利権、ベトナム技能実習生利権やめられへんの。自分たちが利権を負ってそれやめられへんのに、どうやってコロナ解決するつもりなのって思いました。それ入れずに国民だけ自由に移動させたらいいやんって思いませんかと私は思いました。で、まあもうみんなね、もう正直なところ自粛自粛ですよってなってると思うんですよ。でこの間もなんかお友達にね、最近みんなどうしてるのって、自粛してるのって聞いたら、いやいや銀座この間某レストランに行ったら夜の10時の時点で行列してた。だって他の店みんな閉まってるから空いてるところで見かけて行くしかないやんみたいなことにを言っていて、やっぱり時短したら余計混むでっていうのは当たりでしたね。そうみんな閉まっちゃった。私今日、腹が立って、腹が立って、なんか関西弁になっちゃってるんですけど、この出入国在留管理庁からの、発表だと、全然外国人の入国者数、ちょっとは減ったけど、ビジネストラックとレジデンストラックはゼロなんだけれどもね、1月22日からそれでも5180人とか入ってきていて、全然薄田さんって国民のこと考えてないなと思いました。いやそもそもねって言うけど、そもそもその薄田さんの息子さんが総務省の役人に一人4万円のね外食料理食べに行って夜な夜な遊び回ってね、10月から12月利権を作ろうとしてるのか知らないんだけど、タクシーチケット配って、あとねなんか高級チョコレートも配ってるみたいなんだけれども、それね、それをさ、菅総理は一度も国民に謝罪せずにどうして国民だけ自粛させるわけ。あ、君たち飲みに行ってるよねみたいな、ね、むしろ高級料亭で、結構その銀座の高級料亭隠れてやってるらしいんですよ、赤坂とかね。で政治家とかなんかよくわかんないけど、そういうなんていうの、なんか上級国民みたいな人がみんな普通に遊びに行ってるよというふうに聞きました。ということで、庶民ばっかりその、ね、自粛をさせて圧政を敷いてですね、国民の、ね、所得や中小企業の売り上げを潰すというその菅政権の政策というのは非常に間違っているというふうに私は思いました。ということで、今日はちょっと短いんですけど、ちょっと関西弁でごめんなさい。もうお父さん川内弁で、お母さんはもう吉本の大阪弁みたいなの喋ってるんで、こんなもんですわ。美穂さんの旦那さんは中国行ってるけど、やっぱり退職した人とかはね、日本に普通にっていうか帰れる、入れるって言ってたね。でも旦那さんも帰ってこれるけど、中国に入れなくなるから帰れないって言ってるらしいの。やっぱり日本には入れるけど中国に入れない。中国に入れるのは大変。日本だけ緩いってなんだろうね。ここに立ってる。年季測ってんだよ、シナとか監督とか。いいよね。ひどすぎる。皆さんこんにちは。便宜が多すぎる。逆は便宜を測ってもらえない。もらえないのに。もう避けなくないよ。もうすごい下の。ぜひ来てください。下っ端扱いじゃない。下っ端の下っ端でコブみたいになっちゃった。新戦力。それが州知事を自分の近い人間で抑えていくということです。で、その中で特にニューヨーク、トランプさんの出身地ですね。このニューヨーク州の州知事選が来年あります。ここに自らの長男を出していくというのがどうも現実になりそうなんですね。これは2月8日のコンサーバティブブリーフという保守系のサイトなんですけど、ここで、トランプさんの長男ドナルド・トランプ・ジュニア、通常は略してドン・ジュニアとかって言われてますけど、このドナルド・トランプ・ジュニア長男の発言がいろいろ出ています。
まあ、ここであの長男自身が、ドン・ジュニアが、まあ、トランプ大統領がやってきたこれまでのこうメイクアメリカグレートアゲン、アメリカをもう一度偉大な国にするというこの運動はまだ終わってないということを言ってるんですね。これからもっと次の展開があるぞということを言ってます。ここでははっきりと自分がニューヨークの州知事選に出るとは言ってないんですけど、その後これ昨日ですかね、ドン・ジュニアがあの現在のニューヨーク州知事のクォモ知事に挑戦するということを言っています。これ来年です、来年の11月です。でこの現在の州知事というのはこの人、アンドリュー・クォモさんですね。この人は州知事2011年ぐらいからもう10年ぐらいやってるんでしょうか。あの大変あの支持の高い人気の高い人で、特に、この人の人気を絶対的なものって、まあ、かなりのものにしたのは昨年のパンデミックに対して、この人が行った政策、それが大変、まあ、評価をされたわけです。で何が評価されたかというと、まず毎日記者会見をやった、これは特徴的でした。ニューヨークですからメディアがいっぱいあるわけですけど、そしてまた、昨年のパンデミックでは、まあ、アメリカの中で一番犠牲者が圧倒的に多かったのがニューヨーク州だったので、でニューヨーク州の知事として毎日自らマスコミのカメラの前に出て記者会見をやり続けた、このことが大変評価されました。このことの評価によってエミー賞っていうあのテレビの賞ですね、映画の賞がアカデミー賞ですけど、このアカデミー賞のテレビ版に当たるのがこのエミー賞、このエミー賞の特別功労賞を受賞しているというぐらい大変評価されました。日本のメディアなんかだと、このクォモが毎日毎日こうやって記者会見で説明し、自らが説明しているところを見てですね、あの日本の政治家に足りないのはこういう姿勢なんだというようなことも言われました。でこれはこのクォモさんが、クォモ知事が昨年その後出した本ですね、アメリカンクライシスということで、このパンデミックというこの危機に対してリーダーシップを取ったということで、そのどういうリーダーシップを取ったのかということを、この本として書かれてるんですね。ただここまでは良かったんですけど、ここからが大変だったんです。まずはさっきのエミー賞ですね。エミー賞に関してはこれは受賞すべきではなかったんじゃないかと。というのはこのニューヨークというのはただですら多くの方が亡くなっているわけです、このパンデミックになって。でこの愛する家族を失った人がもう多くの人が失っているのに、そういう人にとってはこの不快感を与えるような賞だと、というふうにそういう声が多くありました。そして、まあ、一番問題だったのがこのクォモ知事のパンデミックに対する政策の一つ、老人ホームと介護施設に感染者、この陽性の感染患者を強制的に受け入れさせたという政策です。この特に高齢者ですよね。高齢者で陽性で、まあ、患者になった人でこういう施設に入りたいという希望者に対して陽性だからといって入所を拒否しちゃいけないと、いやもう必ず入りたいというんだったら絶対に入れてあげなきゃいけないという、強制的にもう義務としてこの施設は受け入れろという政策を取ったわけです。そうなったらどうなるか、当然ただですらこの病気は高齢者が弱いわけです。で高齢者の間で広がりやすかったので、たちまちこういう施設の中で、まあ、クラスターができてしまったわけですね。で高齢者の犠牲者が増えた問題は、さらなる問題はその高齢者の犠牲者、この施設での犠牲者が何人いたかというその数の報告が当初は、約8000人だと言ってたのが、実は本当は1万3000人目だと、 50% ぐらい多かったんですね。それを8000人というふうに虚偽の発表をしてたわけです。でこのことに関してニューヨーク州の司法長官がコメントしてるんですけど、ニューヨーク州の司法長官、さっきのクォモさんは、デモクラス、民主党です。民主党、トランプさんとは違う方ですね。民主党です。民主党の人 でこのニューヨーク州の司法長官も民主党です。民主党なんですがこう言っています、患者を介護施設に強制的に入所させたクォモ州知事の方針は入所者のリスクを高めた可能性があると。もうそれはその通りでしょうね。ただですらこういう施設がで一人でも感染者が出たらそこから広まってしまうところに、すでに感染している人をもう強制的に受け入れるっていうんですから、もうこれは犠牲者増えるに決まってるわけですよ。でそれをこれだけ犠牲者がたくさん出てるのにかかわらず、その数字を抑えて発表しないと知事の責任問題になっちゃうよと。こんな政策を考えたのが実はマッキンゼーというアメリカのコンサル会社です。経営コンサルタントの会社です。でこのクォモ州知事はこのマッキンゼーを雇ってたらしいんですね。でマッキンゼーがこういう政策を、まあ、考えて提案して、で州知事はそれを採用したんです。それが全て裏目にいっています。でさらにこのクォモ知事に関しては民主党であり、特徴は反トランプです。ものすごくトランプが嫌いで、
で、まあ、いろんな形でトランプさんを批判し続けたニューヨーク州知事なんです。で、例えばこのパンデミックに関しては人工呼吸器が必要だった、そのニューヨークは特にその一番数が多く必要だった州なんですが、その必要な数に対して、連邦政府トランプ政権は十分な数の人工呼吸器を渡さなかったということで、もうトランプをものすごく批判したんですね。しかし実はこの人工呼吸器ニューヨーク州にあったんです。ニューヨーク州の倉庫に眠っていたんですね。在庫があったにもかかわらずそれを隠していたんです。隠すことによって人工呼吸器を渡さないトランプ政権というのは人手なしだっていう、まあ、そういうストーリーを作ったということで、これが後でバレたんですね。それからワクチンに関しても、トランプ政権が認可したワクチンには安全性に懸念があるということで、そんなトランプ政権が作ったワクチンなんか使えないと言ったんですけど、実際に住民が必要になったと思ったら手のひらを返すのにやっぱり必要だということで、どんどん使うようになったという、なんかよくわからない人なんですよね。それからこのパンデミックによって宗教施設で集会が、まあ、行われているわけですね。教会の方が毎週日曜日行われる。でこの、教会とかの宗教施設での集会、これを制限しようとしました。あの基本的に教会も閉じろと、クローズしなさいとということを決めたんですが、それに対してはこの教会に関してはあのそれはレストランとかお店とは違うので、これは信教の自由という憲法で決まった権利があるので、これは簡単に教会を閉じろとは本当は言えないはずなんです。で、やっぱりですね、この教会の側が訴訟を起こしまして、その訴訟結局最高裁が訴訟の下側を支持しました。クモ、ニューヨーク州知事は、まあ、負けたわけですね。というようにどうもこれの途中からこの人がやることなすことみんな裏目になって、ニューヨークの住民たち、ニューヨーク州の住民たちはものすごく評価してたのがものすごく下がったんですね。で、なんか騙されたという感じが広がってたというふうに言われています。で、それに対してこのトランプの長男、このクオモ知事がずっと何でもかんでもトランプが悪いんだというふうにトランプを批判し続けた人が、その批判が今ブーメランのように自分に返ってきてるんですけど、その批判されてた側のトランプの息子、長男がこのニューヨーク州知事に挑戦すると、来年のニューヨーク州知事選挙にクオモ州知事も出ます、もう出ると言ってます。そして民主党、共和党側からこのドン・ジュニアがこれから出てこようとしてるわけです。で、あのドン・ジュニア、ドナルド・トランプ・ジュニアはあのやっぱり今ツイッターとかフェイスブック確かないはずなんですよね。ないはずで、トランプさんと同じように。で、このテレグラムで、この人はテレグラムで自分の公式のアカウントを持って発信をしています。特にこの短いビデオメッセージをほぼ毎日のように出しています。で、その中で我々の運動は終わらないというふうに言っています。我々の今、まあ、お父さんから始めたこの運動は決してまだ終わっていないんだと。で、この運動ってどういう運動かということで面白い表現をしています。庶民のエリートに対する運動なんだと。これは4年前の大統領選挙でトランプさんが当選したときに、これはあの大企業に対して中小企業だとか労働者だとか庶民、この人たちが、まあ、フォゴットンピーポーということで、あの忘れられた人々という言い方をしたわけですね。この忘れられた人々の代表として出てきたのがトランプなんだと。トランプさん の会社ってのは決して 大企業じゃないですからね。中小企業ですから、家族経営の中小企業ですから、その中小企業の代表として出てきたのがトランプさんだと。で、この庶民のエリートに対する、エリートってのは支配層ですね、に対する運動は終わらないんだろうというふうに言っています。で、この記事ではほぼ明確に、ニューヨークは新しいリーダーが必要であるというふうに言っています。そしてニューヨークをもう一度偉大な州にしようじゃないかと。このニューヨークをもう一度偉大な州にということは、トランプ大統領がアメリカをもう一度偉大な国というのをニューヨークがやっているということで、もしこの、ドン・ジュニアがニューヨーク州知事選に出てきて反トランプの代表だった、コモと一騎打ちの戦いになったとしたら、もう大変なストーリーになっちゃうんですけど、ここではニューヨーク州とニューヨーク市というのは違います。ニューヨーク市はこのマンハッタンを中心としたもう大変な大都会なんですけど、ニューヨーク州というのはニューヨーク市も含めて実はずっとそこからこう北の方に広い地域で、リンゴ畑とかが多い農業の地域でもあるんですよ。あのリンゴ畑だとかワインを作ってたりとか、割と農産物が多いところなんですよね。あのマンハッタンには農産物ないですけど、だからこのニューヨーク州のシンボルがリンゴアップルで、マンハッタンはビッグアップルと呼ばれるわけです。別にマンハッタンでリンゴ作ってるわけじゃないんですけど、マンハッタンの北の方でずっとリンゴ作ってるわけですね。で、そのアップルで象徴されるこのニューヨーク州の州知事が非常に重要だということなんです。で、このトランプさんの新戦略がまさにこの州知事を抑える。来年2022年は州知事選挙が多いです。
来年は中間選挙として上院下院の選挙があるんですけど、そして共和党としてはトランプさんの応援を受けて上院下院で勝利して過半数を取り戻したい。でこの可能性は十分あるんです。まあ、不正がどうのこうのってもあるんですけど、ただ結構この可能性はあるんです。で問題は上院下院だけではなくて州知事なんですね。まあ、今回の大統領選挙で結局民主党が州知事の州で問題が起きてたわけです。だからそういう州を共和党の州知事にしなければ2024年の大統領選挙で勝てない。そこで大きなポイントは州知事を抑える。そして来年は州知事選挙が多い、全部じゃないですけど多いと。でニューヨーク州ではこれ民主党の知事ですけど、ここを自分の長男を出して取り組む。それからこれすでにお伝えしましたけど、アーカンソー州はこのサラ・ハッカビ・サンダースという、サラは、トランプさんの、まあ、大統領になってから最初の4年間ぐらいですか、最初の2年間かなの、大統領 の報道官でしたね。記者会見でいつもまあ、マスコミってやり合いが強い女性ですけど、お父さんがハッカビさんといって、マイク・ハッカビといって、このアーカンソー州の州知事だったわけです、共和党の。でその後大統領候補にもなってますけど、で娘として、まあ、親子2代でこのアーカンソー州の州知事を狙うということになります。アーカンソー州に関しては今の知事は共和党だと思うので、多分引退されるでしょうね。次は出ないんじゃないかと思うので、このサラが取りに行くと。さらにはミネソタ州はここも、民主党の地域の州なんですけど、ここに共和党からこのマイク・リンデルという人が、まあ、今名乗りを上げています。そしてトランプさんが推薦をしようとしています。このマイク・リンデルさんというのは実業家ですね。枕を作る会社、マイピローとかっていう、ま、枕を作る会社の実業家、経営者です。でトランプさんの7年の熱烈な支持者ということで、トランプさんと同じように経営者からこの政治家に転身しようとしている。このように自分に近い人たちをこの州知事に出していって、州知事を取りに行くと。この戦略は非常に重要になってきますというところですね。最後に、ここにあるこの私の新刊もですね、日本がこうやってこう できてきました。で、実際の発刊は、来週2月の18日なんですけど、それまでまあ、Amazon と楽天で、事前予約、そういうことかな。うん。We've seen over 100 pieces of content every day and hundreds of videos every month.I think it's so important for a digital brand to have an offline counterpart, especially for any brand that's trying to reach millennials. ご視聴ありがとうございました。We started an event called Remake 4 years ago, just a year into the business. Fast forward today, it's a 15,000 person festival. それでは、さよなら。